今回は実写のプロ VS e モータースポーツプロタイムアタック3番勝負を行いたいと思います。あら、そういうのあんだ。道が分かんないと。だいぶメリットです。緊張しました。最初ね、スピーしたでしょ。あ、見てました。テリッシャの車の話始まりました。皆さん、明けましておめでとうございます。石田さん、ね、新年始まりましたね。新年からなんで俺にこんな格好させんの、うん、いやいや、でもこれ ね、 だって制服でしょ、それ。そうですよ。何が制服で、こんなのってさ、六本木歩いてたらバカだよ。モテるかもしれない。お酒の匂い知らせね。いや、そんなことないです。あの、新年ですから。うん、そうですね、はい、めでたい、めでたい番組に。そうですよね、はい、で新年早々ですね、はい、埼玉県の本庄市の本庄サーキットにお邪魔しております。はい、今日何やるでしょうか。今日はですね、はい、e スポーツって今あるじゃないですか。すね、例えばグランツーリスモとか、はい、ご存知ですよね。はい、はい、そうなんです。その e スポーツのプロと自社を走らせるプロが対決したら、うんうん、さてどんな結果になるかということで、今回は自社のプロ VS e モータースポーツプロ、うん、タイムアタック3番勝負を行いたいと思います。すごい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 、ね、さあ、お、よろしくお願いします。ねえ、ねえ、いつもの顔ぶれが何なのね、この番組。何がよろしくお願いしますって、これ、いやいやいや、ね、こいつら毎週出てるよ、この番組。普段から本当のプロなのだから。いや、とは言ったって、新井さんはね、この前の、いや、世界で10位です。そうですよ。それも四駆屋つけて世界で10位。いや、本当ですよ。言い方悪いけど、FF のくせに四駆やってるから、これは大したもんだよ。いや、本当ですよ。リンダロなんか全然大したことないじゃん。あれあれあれ、昔は実機ドライバーよ。昔って言わないで。世界10位にはなってないですね。なってないよな。なってないです。なってない。あ、だけど、あの、ナミヒルプロをやっつけた 86BRZ レースのチャンピオン、うん、あ、そうです、すごい、ね、日本で1位は取ったことあります。あ、そうです、はい、日本で1位は。そう、続いてイケメンが、はい、俺も俺知らないわ。イケメンお願いします。自己紹介。今年 FIF4 に参戦しております、堀尾風磨です。元気ないよ。緊張してんの。なんかいろいろ、なんかね、他の番組にも出てますよね、うん、そうですね、あの、恋愛リアリティショーとかを2作品出させていただきました。鼻につくな、鼻につくな。いや、でもね、確かにね、一回でも今時の顔してますからね。ちょっとこれは持ってますよ、これ。ですよ、ですよ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ、自信はあります。ありますか。はい、自信だけは常にあります。大丈夫ですね。いいじゃない。トンダマシなんかだってスーパー GT300 に乗ってるもん。いや、そうです、プロですよ、ね、GT ドライバーです。ちょっとだって、新井くんは、FF 世界一ですよね、うん、で、凛太郎くん 86BRZ チャンピオンですよね、うん、僕ら3人世界一ですから、e スポーツ。おーっと、しかも、僕 86BRZ チャンピオンですから、2020。なんでお前はそのゲーム側にいるのか。いや、俺もちょっとわかんない。どうなりました、教えてください。はい、じゃあ実写チームから、はい、先方は堀尾風磨が、はい、今男前でね、はい、若い力で倒していただいて、で、はい、中堅を世界10位に行ってもらいます。世界10位、なるほど、はい、で、ここ日本なんで、一応日本1位取った僕が大将という形で、はい、進めます。さあ、そちらの方は e スポーツチームは、まずは一番最初、はい、宮園で、宮ちゃん、まあ、ジャブを打って、おお宮ちゃんが一応ね、はい、決めるんだ。世界チャンピオンでジャブ打って、はい、次2番目、山中先輩に、はい、で、最後ちょっとボディをバシッってやって、僕で KO で、はい、おー、まあ、バシバシやったらもう終わりだけどその時はその時だみたいなね。これね、世界中の人が注目してますよ。いや、そりゃそうでしょ。ほんと楽しみだ、ね、世界チャンピオン同士ですよね。そうですよね、はい、では参りましょう。実写プロ VS e モータースポーツプロタイムアタック3番勝負です。では先方、前お願いします。よし、行ってこい、まあ、頼むね、頼むね、マジで頼むぞ、流れを。先方のじゃんけんしてください。大丈夫、いや、自信がない。大丈夫、全然自信がない。じゃんけんお願いします。勝てる勝てる。最初はグー、じゃんけんぽい。いいぞ、流れ来てる。やばいやばいやばい。いや、でもこれ大丈夫です。まあ、圧倒的高校で、どういう圧倒的なの。大丈夫？すごい動きしたけど。ブレーキ温めて。温めて。もうしっかり温めてもらって。はい、温めて。自分がする時にね。しっかり温まって。いや、大丈夫。ちゃんと立てて温めて。
ってなった。ゲームもタイヤ溜まってます。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 あんなのない、いらない。いらない、いらない。すごいな。いいな、ゲーム。コース手前もかんどうですか。うまいね、コーダイ。うまい。緊張してたね、まあ。緊張してますね、あの動きは。間違いない。やっぱゲーマーだと、この走りから見て、順番で分かる。分かります。一人目じゃないですか。タイヤ的には、まだ温まってる。タイヤ的には温まってないですね。そう、結構心配。アタック入ります。よく道分かったね、一周で。3、2、1、スタート。どうですか、どうですか。ちょっと今甘いね。甘い。もう大丈夫、早めにアクセル入れた方が良かったな。グランツーリスモにこのコースないらしいんですよ。あら、そうなんですよ。道、はい、これはだいぶメリットです。あー、うまい。ウェイ。今のはどうですか、今のウェイは。あれはちょっとミスだね。ミス。ドローはまあ無駄がない。どうですか？全然無駄がない。これ期待できますか？悪くはないね。タイム的に期待できる。悪くはない。めちゃくちゃ速い。めちゃくちゃ速いよ。感じたことない。感じたことない。リアが燃えよう。ああ、そうだ、そうだ。おいおい。壁ギリギリや。お、悪くないよ、これは。これそこそこいいタイム出てるよ。やべ、どうだった？どうだった？下手すぎますね、あまりにも。下手。悪くはないよ。どれしやってみて、マジ。まずコースと車が初めてで、なんのこっちゃわからまま走ってたんですけど。それ辛いな。はい。勝てる見込みは？全然ないですもん。おい、いいぞいいぞ。自信持って自信。いいぞいいぞ。世界チャンピオンだろ。残りの2人がすっごい速いんで。さあ。誰に任すね。よし、続いていきますので、はい、ありがとうございました。OK。まあでもここのコースを手慣れてるというかね。そうですね。おー、やばい。そうですね。おー、やばい。まだ良かったね。はい、アタック入る前の。良かった良かった。前方だけカットしてもらって。これから。まあ今のがっつり来たんでしょうね。3、2、1、スタート。お前のいいとこは若手感だろう。頑張れ。今最初にちょっと気に入ってた。お気に入ってお気に入ってやべえ、スピンしちゃったよ。やっぱりみんなに見られてるからさ。緊張します。緊張します。まあまあ言ってますね。すげえ緊張する。今のどうでした？まあまあいいよね。ブレーキングはね。無駄ない。SG。もう大事にいってるよ、だいぶ。大丈夫、大丈夫。まあ、悪くはないな。悪くはないけど、どうかな。まあ、意外と。どうでした？いや緊張しました。最初ね、スピンしたでしょ。あ、見てました。見よく見えた。みんな笑ってました。すごい。あ、やべ、怒られるかも。気合だけが先走ってしまいました。よかったよかった。さあ、それでは、はい、タイム発表したいと思います。はい、ね、お二人に。せーのでいきますか。せーのでね。はい、では行きますよ。先方対決の結果を発表します。先方両者のタイムはこちらです。ドン。7秒で。おー、負けた。あれは1秒以内だ。 F4 ドライバーの方が早い。おー、堀さん勝ってる。いいぞ、ふんま、ありがとう。タイヤ温まったな。すげえホッとしますよ。あれで、あの、ここはリアルチームの勝ちと。そうですね、リアル。1本目はね、いいポイントだ。いいポイント。やばいやばいやばい。1本目リアル。よくやった。さあ、チキンだけ余計だ。2本目、はい、行きましょうか。2本目行きますか。まあ、高台はな、コース知らねえもんな。初めてでしたね、今回。でもね、これちょっとね、かわいそうってかわいそうだよね。だってコース知らないんだから。さっきでめちゃめちゃ堀尾さん練習されてても、うらやましいな。おい、ちょっと待ってくれよ、その情報やめてくれよ、言わないでくれよ。僕も初めてだったんで。だってさっき見たらね、帰ってくるラップの方が早かったからね。
実は。そうですね、確かに。うん、慣れてないからね。中古車買取ホッポ、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買取ホッポで検索。車のことならアヘッ。ガスタムカー中古車販売、回転ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。